イコンとは、イエス・キリスト、聖人、天使、聖書における重要出来事や、例え話、教会史上の出来事を描いた画像である。イプシロニオ・タカッパ・ニューをイコンと読むのは、中世から現代までのギリシャ語による。古典ギリシャ語再建音では、エコーコン。聖教会では、聖像とも呼ぶ。イコンといえば聖教会で用いられるものを指すことが、多く、場合によっては、イコンは、 正教会のものとして限定的に説明されることもある。イコンは、正教会以外のキリスト教の教派でも用いられないわけではなく、カトリック教会においても用いられるが、カトリック教会ではこれを聖画像とも呼ぶ。正教会、カトリック教会の両教派が承認する第7、全知公会において確認された。 イコンの使用を正当とする教理等については、両教派に共通する部分もあるが、本校では、正教会におけるイコンをまず中心に扱い、西法教会、聖王におけるイコン、宗教画については、若干に留める。正教会でのイコンの多くは平面であり、正教会においては、立像は用いられないわけではないが、極めて稀である。その形状は遺体のみならず、 フレスコ画、写本差し絵、モザイク画など多様である。他方、カトリック教会では、聖教会と異なり、立像を避けるということは、特になく、平面像と立像を合わせて、聖画像と呼んでいる。信者間の通称では、平面像のことを、ごえ、立像のことを、ご像と呼ぶことも多い。カトリック教会では、イコンについて、講義には、聖画像一般を指し、講義には、 東方教会における聖画を指す、と整理されることがある。聖代ワシリーの、モザイクイコンダマスコのヨアンのイコン。アラビア語が周りに書かれている。聖教会において、イコンとは、単なる聖堂の装飾や方針例の道具ではなく、聖教徒が祈り、口づけする、聖なるものである。ただし信仰の対象となるのはイコンそのものではなく、イコンに描かれた現像である。 このことについて、聖教会では、遠距離恋愛者が持つ、恋人の写真、彼女は、写真に恋をしているのではなく、写真に写っている彼を愛しているといった例えで、説明されることがある。聖オーワシリーは、製造への尊敬はその現像にキスとした。ダマスコのヨアンはこれを引用した上で、現像は製造化されるものであるとともに結果を得る、元になるものでもあるとして、 こうした製造への敬拝を、東に向かって祈ることや十字架への尊敬とともに、書かれざる聖殿に数えた。すなわち、聖教会において、イコンは信仰の対象ではなく、崇拝の対象でもないが、信仰の媒介として尊ばれる。こうした協議は、第七全地公会議において確認されたが、この公会議では全基人として、この世に存在した前、 鬼神であるハリストスを描き出すことは、神言の責任に対する信仰を守ることであることも、確認された。聖教徒が、イコンの前で祈る時、描かれた、ハリストス、聖神女、聖人に祈る。人はイコンを通じて、霊の世界や、そこに住むものに触れることができるようになる。パーベルフローレンスキーは、イコンとは別の世界への窓口であるとした。イコンは、 神の国の存在を信徒に称するとともに、教会にある信徒が神の国にいることを称してもいる。聖教の信仰において、イコンは、使用を認められたというよりも、むしろ俗心的必需品であるとされる。ギリシア語のイコンは、に姿、印象、肩取り、イメージという意味がある。思いや考えを託す器としてのイメージは、 託されたものを表現する働きも持つため、器の破壊は器に盛られているものの破壊に通じると考えられる。ここでいう、器は、具体的には、伝統的なイコンの技法、規定された色や構図であると整理される。イコンを書く者は、聖殿の中に行き、聖教の共同体の一員であり、いつも、機密的生活のうちにいなければならない。 真の遺恨画家にとり遺恨の制作は修練と祈りの道、修道の道そのものであり、この世と肉体の常念と欲からの解放がなされ、人の意志が神の意志に従えられていなければならない。真の遺恨画家は自分のため、もしくは自分の光栄のためにではなく、神の光栄のために働く。したがって原則として遺恨画家は遺恨に自分の名を記さない。 例外的に記名する場合にも、によっての制作の手によっての手といった言葉をつける。これは、イコンの制作過程の中に神聖なものが入り、神の恩寵が遺コ画家の心を照らして彼の手を導くと感じられることによる。東西協会の分裂がはっきりとするまでの歴史は、正教会と正方協会とに共有される部分も大きいが、ここでは、 聖教会に連なる歴史という形で衝述する。初期人生像の逸話が書かれたイコン老画法による、イースス・ハリストスのイコンすべてのイースス・ハリストスの顔が描かれたイコンの原型となっているのは、手にて描かれざる、イコンとも呼ばれる、人生像である。これは、イーススが顔を笑い、自らの顔を布に押し当てると、イーススの顔が布に映るという奇跡が起きたことによる、 物であると、教会の伝承は伝えている。伝承によれば、聖子とルカによって、生仮民女、マリアの存命中に、彼女が描かれた遺恨が、最初の遺恨だとされている。ウラジーミルの生信条は、聖子とルカによるものとして、聖教会では伝えられている。ただし、上期二つの伝承はあくまで教会が伝える、伝承であり、歴史学、考古学において確認されたものではない。 ダマスコのヨアンが、キングチ・イオアンの生涯について書いた、著作の中では、キングチ・イオアンが、聖子と、パウロの遺婚を、自分の前に置いて、パウロ書簡を読んでいたと記されている。ニッサの聖グリゴリーは、遺作の反則の遺婚を見て、深く感動したことを語っている。4世紀の著作家エウセイビオスは、ハリストスに癒しを受けた、血友病の女の家に建てられた。 ハリストスの立像のことを書き残している。また彼は、生前に書かれた、ハリストス、ペトロ、パウロの肖像画が、同時代に保存されていたことを記録している。他方、初期には、イースス・ハリストスと象徴的に結びつけられた魚、小羊、牧ハ鳩、ブドウの枝などが広く用いられたが、4世紀に、キリスト教が購入されて以降、 人の姿が描かれたイコンが広まっていった。6世紀以降は、ヘレニズムやオリエント文化の境界の信仰の影響の、元に、イコンの数や、各種表現が増えて、整えられて成熟していった。イコンは、初期から存在していた一方で、イコンを否定する議論も、初期から存在していた。最初から議論になったのはイコンが、偶像崇拝に当たるのではないかという疑いである。 キリスト教では、偶像崇拝を禁じている。その根拠となるのは、旧約聖書に記された10回の第2回である。エウセイビオスは戦術の通り、ハリストスや使徒たちの肖像が、立像が当時存在していたことを記録した、著作家であるが、一方でそうした、画像自体に対しては、否定的であった。エウセイビオスは、皇帝のイボ妹、コンスタンティアから、 ハリストスの肖像画を所望されたことへの変身の中で、ハリストスの栄光を、信頼路と生命のない絵で描くことの不可能性に、言及して、これを断っている。製造破壊運動7世紀に、イスラムが起こり、東ローマ帝国と戦火を交えるようになると、一切の宗教画を用いないイスラムに影響されて、コンを否定する考えが教会内に広がった。726年から、 東ローマ帝国皇帝レオン三世は本格的に製造廃止に取り掛かった。727年には宮殿の門にかかっていたハリストスの遺ンを破壊しようとしていた兵士たちが遺ン廃止に反対する婦人たちによってはしごから引きずり落とされ死傷者が出た事件をきっかけに遺ン賛成者たちは海軍と共に反乱を起こした。反乱は皇帝によって すぐに鎮圧されたが、これが帝国中における、イコンの是非をめぐる論争の始まりであった。730年には、レオン三世は自身への同調者を集めて、公会議を開き、イコンを禁止する命令を発布した。高橋康幸によれば、レオン三世がイコン廃止を打ち出した時期には、イコン反対論者が多く存在していた、アルメニア。 シリア北部出身の兵士が帝国の防衛にとって重要となっており、彼らへの配慮がイコン禁止令の背景にあったとされる。ただし、このクラスムの原因については、イコのクラスムを行った当事者の側の資料がほとんど残っていないため、研究すること自体が極めて困難である。レオン三世は四十一年に永民したが、コンスタンティノス五世はイコン禁止の姿勢を、 父御門から継承。総主教の出席を書き要件を満たさない、公会議を開催し、遺婚賛成論者を異端と決議し、762年から本格的に迫害を開始した。修道院は、遺婚を制作していたことと、兵役に適齢である若者を修道士として受け入れていたことから、特に弾圧の対象となった。ただしブルガール人が、 帝国の北境を脅かしたため皇帝は防衛に暴殺され、異婚論争に最終的な決着をつけることなく英民した。こうした異婚のクラスムを行った皇帝たちには、真事に仕えるものとして定められた教権と、この世のことによき秩序を与えるものとして定められた、帝権とが区別された東ローマ帝国において、教権と帝権の両権の掌握を強行に、 主張したという特徴がある。レオン三世は、世は皇帝にして、司祭長なりと述べたと伝えられる。こうして8世紀から9世紀前半にかけて、遺恨破壊が断続的に東ローマ帝国全土で行われた。破壊運動が徹底的に行われた結果、それ以前の東ローマ帝国における遺恨は、 市内半島にある聖カッタリナ修道院が所蔵する、わずかなものや鉄サロにキに残された、わずかなモザイク外魂の他は残されておらず、他には、西欧において、モザイク外魂が、わずかに残されているのみである。また一世紀以上にわたり遺魂の発展は妨げられ、教会の精神性と神秘性が低迷したと、聖教会からは評される。教会は定権に対し、暴力ではなく、 地名によって、積極的に抵抗した。ダマスコのヨアンは、こうした皇帝の主張に対して、帝よ、我らこの世の生や人頭税や、通行税などにおいては何時に、忠実なるも、教会の仕組みにては我らに言葉を述べ、教会規定を、定めし牧者を別にいただきおるなり、と反駁した。また修道士たちは、信仰の事柄に関する決定は、 帝国の預かり知らぬことであるとして、遺恨用語に回った。イコノクラスム集結レオン4世及び、コンスタンティノス6世の摂政となり、後に女帝となった、イリナは、一恨賛成論者だった。787年の第7前1公会は、彼女の働きによって招集された。この前1公会議において、754年の頭なしの会議の決議は、 一切無効とされ、遺根の神学的位置づけが真剣に討議され、以下のように定理を確認、決議した。書によりまたは書を持てせずして、我らのために制定されたる、会の伝えを、が、とうことごとく親説を不いせずして遵守せん各ところの製造は福音伝うるところの記事に符合し、かつが等をして、神言の責みのまみのるにして創造的に、 ヒザルを信ぜしめ彼と同様の利益るあものなるをもって、その伝えの一つなり。けだしあれのこれに支持するところあれ必ずこれに、説明すればなり。されば我らは、王のと歩む者のごとく我らの諸政府の進出のと、後悔の伝えとに従い極めて角実のるに、かつ最も精密の調査を遂げて議定する、こと左のごとし神の正道に、 聖なる器物及び災福に壁に板に絵にとに尊敬に、して、生命を施す十字架の像と等しく、顔料をもって書か,かれ微子及びその他適義の、ものをもって製造せられる尊敬にしてかつ聖なるの像、すなわち我らの主神、九種イーススハリストス及び部の女祭、我らの聖神女並みに尊敬なる死と及び諸聖人かつ、煮物の像を置くべし、 けだし、ルジ製造の像を見るによりて、これに注目する者は、その現像を想起して、これを愛し切符と敬拝を持って、これを尊敬するの念を起こすべし、ただしこの後輩は、我らの信ずるところによるに、とうに、唯一の神聖に返すべき魔の拝神にひずすなわち、尊貴にして、生命を施す十字架の像と、昇福音へ及びその他の聖物に対し考を及び、 天職をもって、敬意を表するの例に、公費尊敬することにして、すなわち孤児の経験なる、慣例に行われたるごとし。けだし像に施すところの尊敬は、その現像に移るものにして製造に、荒廃するものはこれに書かれたるものに、荒廃するなり。これけだし我が諸政府のの各か,かむるところにして、地の局より、局に至るまで福音を受けたる後悔の伝えなり。 第七全置公開三百六十七人の諸政府の定理、上田進役、正規則所聖協会編集局名三十一七千八百九十八第七全置公開のイコン。蒸気の確認された定理は以下のようにまとめられる。この第七全置公開の後も論争はくすぶり続けたが、八百四十三年に皇后テオドラによって招集された公開議によって、 イコンの正当性が再確認された。オートキの第一手術は、政教勝利の手術と呼ばれ、イコン論争におけるイコン擁護論の勝利を記憶している。オリビー・クレマンは、イコン論争の終結までの天末について、帝国と教会の対立が、教会の勝利に終わったことで、皇帝教皇主義は、東ローマ帝国において消滅し、 以後、教会と国家の協調という考え方が開花していったとしている。発展概略、全能者、ハリストス9世紀半ばに、イコノクラスムが集結して以降、イコン表現は、再び活発になった。10世紀頃から、聖堂の中にはイコンが決まった順序で、体系的に配置されるようになり、時代によって、多少の違いはあるものの、 この様式が現代に至るまで聖教会におけるイコンの標準になっている。聖堂壁面におけるイコン表現で最も重要視されたのはモザイクであった。それまでギリシア人、ローマ人によって道路舗装などに使われていたモザイク技術、美術がイコンに導入された。モザイクイコンは4世紀から14世紀にかけて東ローマ帝国において 広範囲に制作されていたが、西からの十字軍遠征とオスマン帝国から受けた攻撃によって帝国の経済が低迷し、14世紀から後には高価なモザイクイコンの制作は全く不可能になり、主要な形態をフレスコイコンなどにとって変わられた。モザイクイコンはフレスコイコンと相性が良く、同じ制度に療養式が混在しているケースも多い。 またモザイクイコンは壁面にのみ限定されるものではなく、小さな板の上に用いられることもある。特に、ギリシア、セルビア、マケドニア、ブルガリア、ルーマニアなどの国々には、数多くの質の高い壁画イコンがある。ロシアにも著名な壁画イコンがあるが、理由は不明であるが、ロシアにおいては、フレスコイコンなどの壁画イコンよりも板イコンの制作の方が盛んであった。 14世紀から15世紀に、ロシアで活躍した著名なイコン画家として、フェオファン・グレク・アンドレール・ブリョフがいる。13世紀までは、イタイコンには、人物一人が描かれるのが普通であったが、13世紀以降は、聖なる出来事を描く、イタイコンの数が、飛躍的に増加し、これらも東ローマ帝国から、スラブ圏に広まっていった。 イタリ生産者のイコンアンドレー・ルブリョフによるイコン、イタリ生産者聖教会において三位一体である神のうちミコイーススハリストスは戦術の通りイコンに描くことが可能とされまた精神についてはドバトの姿で古くから描かれてきたが神父についてはいかなる姿でも描くことはできないものであったそこで創世紀18章にある 三人の天使をアブラハムがもてなす姿によって三位一体を象徴するという手法が用いられてきた。三人の天使はイタリ生産者の象徴であると聖教会においては解釈される。従前のアブラハムによるもてなしのイコンにおいてはアブラハムとサラ、牛の屠殺、テーブルに並ぶ料理も描かれているがアンドレール・ブリョフによるイコン、イタリ生産者は 詳細を描かず、イタリ生三者の掲示を強調している。1551年、モスクワで百姓会議と呼ばれる、公会議が開かれた。百姓会議が扱った対象は多岐にわたるが、イタリ生三者の遺婚は、ギリシャ人や、アンドレールブリョフによるもののように描かれなければ、ならないとの決議がその内容に含まれる。また、1666年のモスクワ公会において、神父を、 老人の姿で描き出すことが禁止された。マケドニア派とクレタ派、聖新女神殿1204年に第4回十字軍が東ローマ帝国に攻め込んで、以降、帝国の経済力、軍事力は落ち込んだが、美術の水準まで落ち込んだわけではない。14世紀にはマケドニア派とクレタ派という意向における二つの潮流が成立していた。ただし、マケドニア派、 クレタ派の名称のいずれも便宜的なものであって、いずれもマケドニア、クレタから始まったものでもなければ、両地域に限定されるものでもない。マケドニア派は13世紀頃に始まり、コンスタンティノープルで育ち、テッサロニキで発展。ギリシアの遺ン画家を通して、ギリシア、バルカン半島全域に広がり、14世紀初頭にはミストラに至った。 13世紀から14世紀にかけて最盛期を迎えたが、14世紀末から民芸化が始まって衰退し、16世紀の終わりまでにはマケドニア派は消滅した。マケドニア派の特徴として古典ギリシア由来の関連的要素の強調が挙げられる。大きい形、淡い色、弱い明暗の対比、比較的単純な衣の日だ。 精神的に捉えることに徹した人体の表現などが、その特徴である。マケドニア派は大きく物を捉える性格から、小さな、イタイコンよりも広い面積のイコンに頻繁に使われた。ムチウチと十字架の道行きクレタ派はその名称にも、かかわらず、クレタ島が発祥の地ではない。どこに始まったかについては、定説がない。14世紀初頭におそらくコンスタンティノープルから、 始まり、伝えられた先のミストラが早くから、中心地となって、14世紀後半には、ミストラから、クレタ島に伝えられたと考えられている。クレタ島から、メテオラ、アトス山など、ギリシア各地に広まり、バルカン半島の各地に分布していった。クレタ派は、東ローマ帝国末期にマケドニア派と競い合い、1453年に、コンスタンティノープルが陥落して、以降は、 聖教会のイコンにおいて主流となり、16世紀に壁画遺魂イコン、板イコいずれにおいても最盛期を迎えた。アトスさんにあるオーラブラ修道院の食堂と本堂のフレスコイコンを制作した、クレタのセオファニスは、クレタ派の最も代表的なイコン画家に数えられる。クレタ派の特徴として、13世紀までのイコン表現に、習う制作、背が高く細い姿、 幾重にもなる衣の日だ、濃い色、強調された明暗の違いが挙げられる。西欧化、エジプトのマリアいわゆる、西欧化されたイコンの一例、五春祭17世紀から19世紀にかけての、ロシアでも、このように伝統的なイコンは細々ではあったが描かれ、続けていた。ロシアでは17世紀頃からイコンが、西欧の影響を受けるようになり、ビザンティンの伝統から離れ始め、 18世紀には、ピョートル一世の西大化政策の影響もあり、17世紀から19世紀までの、ロシアにおいてはイコンが、西欧化し、質が低下したと、現代の正教会からは、否定的に評価される。ギリシャには1821年に始まったギリシャ、独立戦争以降、ギリシャが、西欧列強に接近した時代に、西欧の考え方が流入し、イコンが形は、 特にイタリアからの手本、技法を受け入れて多くが伝統から離れた。同様の現象はロシアやギリシャに限らずルーマニア、ブルガリア、セルビアでも起きた。西欧化されたイコンと伝統的イコンの違いは以下のように整理される。伝統的イコンにおいては描かれる人物、動物、事物は すべて神の光に照らされ安らぎに満ち秩序を保った姿で描かれ天上界における本来の姿に従って抽象的に描かれる。イコンの光は神の光を象徴している。従ってイコンにおいて光は影を作らずイコンがかが光という場合イコンの背景を示す。また伝統的イコンにおいては 遠近法の消失点は分割したり限定したりする、不純な空間の印に過ぎないと捉えられ、遠近法は逆にされることが多い。遠近法の線は光に包まれたまま神の光栄から光栄へと広がっていると捉えられる。このような伝統的遺恨のあり方に対し、西洋の影響を受けた遺恨たちには、 目で見える通りに描く人体の細部を忠実に描写して肉体の美に注意を払うという共通した特徴があった。彼らはビザンティンイコンにおける厳粛さ、引き締まった表情、この世を離れたものの表現を強制し写実的になるように改善を試みたとされる。しかし、西欧芸術、西欧化されたイコンは三次元を捉えて自然に描くが、 聖教会のイコンは三次元的ではないのであり、西芸術はこのの世をを映し出し出て鏡を見せるるかのように提示するが聖教会の伝統的イコンは、この世の背後にあるものを描いて提示すると指摘される。このように概ね現代の聖教会において否定的に捉えられる、聖王化されたイコンであるが、現代聖教会の聖人である聖セ,セラフィムのように、19世紀に、 西欧化されたイコンで祈り、伝統的で、聖師婦の教えにのっとって生きた神父に言及し、西欧化された古いイコンを伝統的な技法で、描かれた新しいペーパーイコンに置き換えることで、先人の信仰生活に結びつくことができなくなった、教会の霊を引き合いに出して、西欧化されたイコンに対して、過度に否定的な態度を取ることに慎重になるよう、促す見解を示す者もいる。 再生1880年頃から西洋化されたイコンに対する伝統的イコンの復興はロシアにおいては1880年代頃に始まった。1882年に皇帝アレクサンドル3世がパレフの農民画家ベロウソフ親子にモスクワのプレムリンの宮殿内部の壁画修復を注文している。それまでパレフの画家によるイコンフレスコ装飾は 古儀式派との関係もあって古い、祖や下凡といった否定的評価がなされていたが、ここで、ロシアの西欧岡の先頭に立っていた皇帝が、伝統的遺恨に評価を与えることとなった。19世紀後半は遺恨のみならず、同時大臣であるドストエフスキーも、正教会の精神性を代弁しつつ正法教会へ、疑問を投げかけ、西欧文化批判を行うなど、 一方的西欧化からの脱却が、正教会において始まった時代でもあった。またこの時代は、世俗的な面における、ロシア美術史においても、転換期であり、1880年代に、汎ヨーロッパ的なアカデミズムのナザレ派の宗教画から、離れたビクトル・バスネツオフやミハイル・ブルーベリが、教会同壁画や遺構を描いている。 1881年から1883年にかけて、イコン画家としての修練を積むために、サンクトペテルブルクに留学していた、イリナ、山下ンがギリシア画を、お化け画として否定的に捉え、イタリア画を志向したのには、当時のロシアが、伝統的イコンの復興が始まる、過渡期にあったという時代背景があった。なお19世紀末のイコンの伝統復興は、 まだ始まったばかりであり、未だ描かれていた、西欧化されたイコンと、復興が始まったばかりの伝統的イコンとの間で、修道院も対処に戸惑っていた。イリナ、山下ンが留学していた時期、修道院の画教師が、美術アカデミーの校長であり、西欧主義者であるヨルダーンであったことにもそれは、示されている。20世紀現代。 県栄皇帝ニコライ2世がかざしたイコンに礼拝する将兵たち。1914年から1917年撮影。ロシア革命直前の20世紀初頭にはロシアにおけるイコンの伝統復興は本格化し、ロシア革命後には亡命ロシア人によってイコンの伝統復興が担われていった。イコンをめぐる代表的な侵略者として、 レオニード・ウスペンスキーが挙げられる。ギリシア、バルカン半島諸国においては20世紀に入り、ビザンティンイコンへの関心が高まり、古いイコンの修復と保護が行われるようになった。特に、フォティス・コント・グルーは、伝統的なビザンティンイコンの復興運動に大きく寄与した。この復興運動はギリシアにとどまらず、出版物や弟子たちを通して、アメリカ合衆国における、 正教会など、他国の正教会にも広がった。ネオビザンティンは、マケドニア派とクレタ派を接中した表現をとっており、現代のギリシャ各地の修道院においてもその流れは、継続している。無信論をとる、共産主義政権時代、ソビエト連邦、及びバルカン半島諸国においては、教会が厳しく弾圧されており、 遺婚表現も細々としたものにならざるを得なかった。しかし、ソ連が崩壊し、バルカン半島諸国で共産主義政権が相次いで崩壊すると、遺婚も盛んに描かれるようになり、国家に没収されていた制度が教会に変換されたり、制度が復興、再建、修復されたりする中で、それらの制度に描かれる壁画遺婚にも伝統的な遺婚表現が、 盛んになった。こうして20世紀末から21世紀初頭の今日まで、ギリシア、ロシア、バルカン半島諸国において、イコンの再生運動が継続している。聖教会の伝播に従って、日本でもイコンが登場している。イコン画家では、山下林、マリアスヒデコなどが知られている。ポーランド最大の巡礼地であるチェンストホーバの安名。 グラシュー動員に収められている黒い聖母の遺婚聖法教会のうち一部の例外を除きプロテスタントは遺婚を使用しない宗教改革期にはプロテスタントによって製造破壊運動が行われた他方カトリック教会は東西教会の分裂以前から聖画像を伝統的に使用してきた第二二回屋公会議によって否定された8世紀の 製造破壊運動も製法ではほとんど行われなかった。製造の形式に教会の協議で規範を与えた正教会に対して製法すなわちローマ教会は比較的自由な立場を取った。ことに製造破壊論争において教皇グレゴリウス二世をはじめローマ教皇は東ローマ帝国皇帝が出した製造破壊令に激しく反対した。ただし、 トリエント公会議は、聖画像数形について、行き過ぎた、偶像数杯に陥らないよう注意を促し、聖画像数形において、競技場を誤った表現や展示がされないように、また数形の振興上の意義を教育するよう、司教らの管理義務を促した。描写の形式で特に教会法上の規範がない、ことによって、西ヨーロッパの自然主義的な描写は、 ルネサンス期のイリュージョニスティックな手法の流行、とりわけ一点透視図法がもたらした、絵画空間の写実性により、具象性また再現性の追求において、頂点を極めた。このことは逆に対抗宗教改革期における、神秘主義の流星と、愛和し、再現的技術の極点としての非写実的描写をもたらした。バロック期のベルニーニの彫刻、 聖テレサの法越やバロック様式の教会の装飾などにそれが伺える。様式的自由はまたプロテスタントにも共通する。ルター派地域におけるバロック美術の需要はそのことをよく説明するであろう。しかしその自由な造形的展開は一方で、新古典主義の幻覚さえと修練していき、他方で非伝統的なロマン主義絵画例えば、 カスパー・ダービド・フリードリヒの生成の表現としての風景画といった絵画語法を生み出すのである。エキュメニカルなテゼ共同体でも友情のイコンなどのイコンがしばしば用いられている。ありがとうございます。